オリンピックカラーのライトアップで照らされた東京都庁、東京の文字が表示された東京タワー、東京オリンピック誘致のラッピング装飾が施された都営バス2016年東京オリンピック構想は2016年の夏季オリンピックを東京都に招致する構想。国際オリンピック委員会へ2016年大会開催の立候補を申請したが招致は実現しなかった。 東京都知事の石原慎太郎が提唱し、招致活動が進められていた。実現すれば、日本の夏季オリンピックでは1964年の東京オリンピック以来52年ぶり、日本では長野市で1998年冬季オリンピックが開催されて以来18年ぶり、21世紀になってからは日本での初開催となるはずであった。また、アジアでは、 初の夏季五輪の2回開催を目指していたが、2009年にコッペンハーゲンで行われた IOC 総会の開催都市の第2回目の投票で最小得票数だったため落選、招致に失敗した。その後、2011年の東京都知事選挙で4選を果たした石原が、2020年のオリンピックへの立候補を表明、石原の都知事退任後も、 新都知事の猪瀬直樹に引き継がれ、7年越しの東京招致を実現している。2006年、2007年、2008年、2009年、2010年、メインスタジアム建設予定地となっていた中央区の晴海地区。現在は2020年東京オリンピック時の選手村が建設中。欧米の大都市が複数回のオリンピックを開催していることを踏まえ、 世界的に成熟した都市として、東京でもオリンピックの複数回開催を実現し、21世紀の都市文明の模範を示すことを図っている。メインスタジアムを中央区晴海地区に置き、すべての競技会場がほぼ半径 8km 圏内のコンパクトオリンピックを目指す。招致構想の初期では、代々木公園、神宮外苑の再開発を行い、 国立霞ヶ丘競技場の建て替えもしくは大規模な改修、明治神宮国際オリンピックドームの建設などが計画されていた。国内候補地選定では競技団体から意見を聞かずに競技施設を配置したためバレーボール、トライアスロン、射撃の関係者から反発が上がった。基本計画書ではこれらの意見を踏まえた変更がなされ、 半径 10km から半径 8km へとさらにコンパクトになったが、新設施設が倍増したため競技施設整備費は2850億円から3250億円と増加した。なお、基本計画書はロンドンオリンピックの実施競技をもとに計画されている。2006年時点で石原慎太郎は8割以上が既存施設のリニューアルで対応できると、 候補地ライバルだった福岡に対するアドバンテージを語っていた。石原はグランドデザインの総監督を建築家の安藤忠夫に要請した。安藤は代々木単位区間など1964年の東京五輪で使用された施設を補修して使うことを提案したという。とは2016年大会の落選後も2020年大会の誘致を目指していたところ、 2012年、2016年大会の招致費の経理書類が保存期間であるにもかかわらず紛失していたことが明らかになった。招致委員会は2010年3月、東京都議会において約150億円にも上る招致活動の経費の事情について関門を受けた。事業内容の検証が不可能となる懸念が出ており、2020年大会の 招致機運に悪影響を及ぼす可能性が出ていた。しかし、結果的に2020年大会の招致に成功し、東京の56年ぶりのオリンピック開催が決定した。ありがとうございます。